はい、さあ始まりました JMS プレゼンツステイフリーということで、今回はステイフリーポーカーカップ2022サポーテッドバイ M 第なんと9回大会ということで、本日東京メドにあります M フォーデムに本日は来させていただいております。今回のゲストはですね、夕闇に誘いし漆黒の天使たちから、小林さん、桃山さん、リッチさん、バンド名全部違ったよ、シスター千葉さんにお越しいただきます。バンド名取り押しっすね。バンド名全部違ったよ。ねえ、違ったよ。夕闇、夕闇って呼んじゃうじゃないですか。はい、そうですね。うん、それ言った方が良かったのかなと思ってて。あ、もう夕闇ですよ。もう後半全部違いました。じゃあ夕闇でいいのか。夕闇でいいの。本日はよろしくお願いします。お願いします。で、皆さんはこのポーカー、はい、経験は遊びで、結構もう本当にね、嘘つくなよ。金かけて。金かけて。やめろやめろ。はい、やめろ。初めてですね。それで言うと。なるほど。本当にやったことないです。本格的な。テキサス効果なんで、はい、もういつもなんか遊びでやってるトランプのルールとは、はい、ちょっと一味も二味も違うんで、今回はね、チャンピオンになった人には、ね、はい、豪華景品が、一応 A パターン、B パターンあるんですけど、5種類から選べます。なるほど。はい、ドッスンと。ください、普通に肉だ。普通にしかもこれもう3キロ以上入ってる。3キロ、狙います。なるほど。お肉好きの方はぜひ。これが A パターン。A パターン。はい、A パターン。で、ドッセン。韓国、はい、インチョンに合うですね、三つ星ホテル、パラダイスシーの、なんと、ペア宿泊券です。やばい、これは熱い。これは熱い。すごい。こちらどちらかを、今回勝った人には、プレゼントする。悩み。いやー、これは悩みだね。悩むか？でさらにですね、今回勝った人にはですね、11月にですね、グランドチャンピオンシップという、今まで第8回やってるんですけども、はい、今までのチャンピオンが全員集まって、さらにグランドチャンピオンを決定するですね、大会がですね、あります。グランドチャンピオンシップで勝つと、この A、B よりか上のランクの景品がさらにもらえる。マジで頑張っていただければなと。いやー、ちょっと、すごい。気合入りました。これ、ね、これは結構グッと気合入るよね。はい、なので早速ゲームのスタートしていきたいと思います。お願いします。お願いします。脱ぐわ。そうだな、まずね。なんでやねん。もう400。もうすぐなくなっちゃう。終わりだから、これがどんどん上がっていくと、これが1万とか2万になってくる。やば、レートが上がっていくんですね。うん、なるほどなるほど。はい、始まった。自分の手なんで最初の。はいはい、じゃあ400。パレパレパレで、コールで、オプションです。すぐやる。すぐやる。いや、これ30分で終わんぞ、今日。最初はね。最初はね。まあ、チェック。チェック。はい。お。これで自分の手と、こう見比べてもらって、みたいな。400。オリオ。オーロ。じゃあ、400。はい。お、ホールド。お、お、お、お。来る。うん。スリープレイヤー。緊張すんな、マジで、これ。ちょ、マジやん。いい。500。やばいやばい。いや、どうなんでしょうね、この500は。そうなんでしょうね。ストレートはありえそうですね、なんかね。場が怖い。おります。おヘッドアップだよ。おー、こんなとこで降りれるわけないもんね。まあ、ここまで行っちゃったらもったいない気がするよな。これ前に出します。はい。おお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 。コール。コールで。コール。コール。コール。レイズで。レイズ。レイズ千二百。仕掛けてきましたね。降ります。降ります。お。じゃ
お, お降りた。でかい、でかい。これ。1200点で。こう。おーい、ブラフですね。その目見てよ。どう見てもブラフだね、これね。これだ。これはどうなる。ブラフ対決かもしれないですからね。これは。おい、行こうぜ、行こうぜ。行こうぜ、行こうぜ。さあ、もう一回。やめとけよ。やめとけよ。あ、おい、うわ、マジですか。かけ、かけ、かけよ。かっけーな。演出。オープン、お願いします。はい。ショーダウン。クー！あれ？おい！クー！なんか、これは強い。これでかいで、めちゃくちゃ。ブラフ風ブラフが素晴らしいブラフが俺が入りたいですね。えもう終わりもうないんだ。えもうないんだ。俺は入りたいです。やりすぎだな。え、もう俺らはもう誰かが、そうよ、誰かがグランドチャンピオンシップにも行けるし、さらにお肉なのか韓国なのか。まずいい仕事したかもね。来たね、夕闇として。いや、そうだね。俺も9分かかるんですね。余裕あるからね、今。コル。じゃあ200。レイズはしない。コル、オプションです。違う違う。うん。難しいな。400。うん。レイズ。レイズ1000点。お、レイズ。レイズで。レイズ2000点。おおー。ミスター。ミスターいったね。おにいる。あんぱい来てんじゃねえか。あんぱい来てんじゃねえか。一番勝ちに来てんじゃねえか。おります。まず投げてね。おお、おニッチ君すごい、いきなり。これどうなんだろうね、どっちなんだ。ブラフなのかね。ミスター、ミスター、どうした、どうした。感化されたか、うん、俺の行動に。攻めた。これ恐ろしい。さあどうなる。400点。マジか。おお、かまして下ろさせるっていうね。かます。あー、いった。おりゃー、おお、誘い、誘いの方行った。誘いの方は初段です。どうなの。これはスーペア。まず、ニッチ君はミスター、ミスターです。えー、あぶねー。さっきの俺の状態で一緒か。なるほど、ニッチ君の勝利。危ねえ。うわ、手震えた。いや、今のいい勝負ですよ。いい戦い。いい戦いですよ。これだか、これだか、これだか。うん。ミスターね、若干ちょっとね。ミスターもうダメだぞ。ミスターがダメだ。ミスターもうダメだろ。私？そうですね。400。これオプションでーす。ミスター、でもここ勝たないとね。ミスターは次。オールイン。オールイン。ミスターオールイン。出た、オールイン。4200。これでコールしていくか。うわ、これは。ゴールドで降りるか。さらにレイズしていくか。行くでしょう。コールです。4000。あ、くんね。お、みんな、トムヤンも。行きません。乗る。だってここの時点で、だってオールインしてるのなんて、結構やってると思うんだよ。やってるな。やってる。弱って、絶対やってる。変すぎ。出てオールインは分かるけど。エースのペア。やりすぎ、やりすぎ。もう。エースのペアなんてあるよ。おおおおおお、行くな。いいですよ、いい戦いですね。おっと、乗っかった。あー、ストレート濃厚じゃないですか、なんかね。行くな。行くで。詰めてきます。行くしかねえな。乗っからずに。乗っからずに。みんな強い。うわ。おお。始まった。始まった。これ読めないんだよな、意外と。さあ、ブラブラ。おっと。これでミスターがどう出るのか。うわ。
ます。四のスリーカードでーす。スリーカードこれございます。素晴らしい勝ち方。俺死んだ。来たね。途中までです。全然ブラフ。だよね。でこれでミスターは脱落です。よし。ここでミスターは脱落。どうするの。ミスター本当申し訳ないんだけど、もうフレームはアウトなんですよ。アウト。アウトなの。ごめんなさいね。そうなんや。申し訳ないですけど、フレームすらアウトなんです。ブラインドが上がってます。上がってますよ、皆さん。なるほど。600点、600点です。どうしよう。これ。これ、オプションです。ゴールしました。余裕あるかな。そうなっちゃう。いや、そうなっちゃうな。余裕あんのよ。まだカード出てないんだよ。6000、もう下ろすって感じだね。オールイン一択っすよね。そうそうそう。トモヤンはそうだね、もう。よお、姫。トモヤン、オールインです。しゃーないか。ちょっと減らさんと俺も行っとこうかな。お、乗った、はい、ニッチ君も乗りました。うわーっと。めちゃくちゃ競ってもらって、俺が勝ったら楽です。6点。行く迷いない。ちょっと、ちょっと小原君の目が、うん、本当は下ろしたかったんでしょうね。シじゃないよ。これによってはだってリッチ君もオールインなのかみたいなところもありますよね。1万ポイント。お、あるね。乗っかるか。細かくね。おーっと、これにカードです。まだまだ行く、まだ行く。ここもう夕闇のメンバーチェックってものを知らない。気持ちいい。1万3000円。オールインだ。めっちゃ来た。これでもう決まるね。これしっかり死ぬかもしれない。どうなの。S の日ネッチが出勝利。やった、やった。エース信じてよかった。じゃあ僕はもうこれでトモヤンは脱落です。これは悔しいな。これはバッタバッタいけるスピードがあるね今回。これは早い方なんですか。めちゃめちゃ早い。めちゃめちゃ早い。普通2時間ぐらいかかるの。なんだかんだ。マジっすか。なんだかんだ。さあ、一騎打ちです。どっちがチャンピオンなのか。肉欲しい。またあるか。これ。チェックで。やっとチェックをしてくれた有役メンバーが。口が乾く。余裕あるね。余裕ある。おります。一旦、一旦、一旦ね。はい、これはね、大事にね。今じゃないと。今じゃない。今じゃない。グラインド上がります。さあ、上がりましたよ。うわ、だいぶニッチ君、ニッチ君来てる。アクションです。はい、ワーフスコールス。チェック、チェック、はい。お、なるほど。お、ここで、お、なんか入ったんでしょうね、多分。おそらく。そうですね。うん、なんかおそらく入ったんでしょうね。おお、おっと、おります、おお、おお、作戦成功ですね、今のは。今の勝ちがどうなるのか。これ、うん、オプションです。チェックで、チェックで。お、ほえー、まあ、余裕ありますからね。乗るのか、降りるのか。降り、降り、オールイン、オールイン、オールイン。お、ここで勝負動きました。これ決まりましたね。動きました。いや、まあでもまあ余裕あるしな、うん、まあまあまあ、そうですね。降ります、降ります。おっと、ここで降りると。ここで降りた。でもお互い勝ちに来てる感じすごいよ。いや、ここまで来たらね。なんかもう参加費が高い。高いね。これ、これ、お、ハイカードも入ってますね。おります。お、あ、チェックできますよ。チェック、チェックができます。あ、チェック、チェック。じゃあ降りるっていう意思があるから。もうそういうメンタルってことですよね。今5000円。降りる。いやー、これはちょっとなんかどう出るかむずいね。楽しそう。楽しそうだな、そっちは。緊迫感すごいよ、ね、さあ、コールです。これ、さあ、出ました。おお、これはフラッシュ。フラッシュっすね、これは。みっちくんが行く。攻めた。6000。6000。
お迷いない迷いないね。さあコールちゃん1万。おレイズレイズだと1万です。おみちくん乗っかるか。この方ここ勝負の分かれ目ですね。そうですね。もうチェックチェックチェックで見るか、まあ降りるかチェックチェック。うわこれはやばいぞ。あるね、2人どっちかはあると思う。何か起きそうですね、うん、フラッシュは絶対あると思う。オールインさせるか。お2万来たんちゃう。これは決まるんじゃないか。ニッチ君が動きました。2万行く必要もないのか。オールイン。まあそうなりますよね。そうだよな。おっとストレート来た。ストレートフラッシュ、フラッシュやっぱ来た。やったー、ニッチ君の優勝。素晴らしい、すげー。はい、ということでステイフリーポーカーカップ2022サポーティッドバイ M 優勝はニッチ君です。ありがとうございます。強かったね。いや、本当になんかラッキーラッキーのラッキーラッキー、まあ、運の運も要素なんかもありがとうございます、ね、最後の決め方もちゃんとフラッシュでいい、ね、ちゃんと決めて気持ちいい素晴らしい勝ち方でしたね。本当おめでとうございます。で、気になる Team A と B あるんですけど、どっちにするか、ね、悩むよね。ここで決めるんだ。どっちにしますか。もちろん、はい、肉で。肉で肉で肉なんだ。肉で宮崎牛、はい、1人で3キロ食う大食いの動画撮ります。あ、いいな。いいね。あ、で皆さんちょっと残念ながら負けちゃったんですけども、はい、どうでした。振り返って面白かった。楽しかったですね。めちゃくちゃ楽しかった。でもみんな YouTuber だから面白いわ、はい、早い。わずか40分で収録終了。レクチャーのが長いじゃん。なんなら、みんなまあでもなんか普段やっぱその罰ゲームとか多いんですよ、うん、はいはいはい、負けたらね、あるよね、絶対ね。負けたら何もないから、うん、いいよね。リスクないから、リスクないから別になんかもう笑っちゃうみたいな、笑っちゃうみたいな、そういうちょっと心意気でありましたね。なるほど。でもですね、今回の適切ポーカーはですねアプリでもあるので、英語でも、はい、なんかね、ここに来れない人とか、なんか電車の中とか、こう移動中とか、すごく、はい、本当このスペックが揃ってるアプリがあるんで、ぜひですね、そのアプリもやってみてください。本日は本当に見てください。ありがとうございました。また、じゃあ来週会いましょう。それでは、バイバイ。またね。動画見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、いいねの評価、よろしくお願いします。そしてですね、サブチャンネル、KTR チャンネルの、開設したんで、登録の方も忘れずによろしくお願いします。そっちの方もチェックお願いします。